さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとね、レース流れ自体は厳しいかなと思うような形になりましたけれども、どうでした？そうですね、自分で厳しくした感じなので、その辺ちょっと明日から気をつけたいです。で、まあ、関東勢がね、そのいいところから行ってしまったので、そこから、まあ、1着に来れたっていうのはどうですか？自分の足はそこそこだと思いますけど、はい、香川さんまでちょっと連れ込めず、タイミングもいろいろ遅れたので、その辺反省してます。実際その、まあ、復活と言える、ね、最近だと思うんですけど、要因というか何か良くなっているっていうのはあるんですか？いろんな人に練習のアドバイスをいただいて、その辺をいろいろ前と変えながらやってます。で、一時期やっぱりそのいろいろと迷って良くなかったという感じだったんですか？そうですね、迷ってっていうか、まあ、そうですね、迷って、ダメでしたね。ちょっとその精神的に落ち込んだりは？いや、ああ、そうですね、あったかもしれないです。もう完全に今の形になる、そのグッと上がってきた時みたいな勢いもあって楽しみかなと思いますけど、しっかりね、自力が出して、ね、頑張ります。ちょっと、まあ、特選にそのちょっと上の世代っていうのかな、松浦さん、清水さん、鳥取さんがいるところですね。やっぱりその石原さんの世代、はい、また大事だと思いますんで。はい、そうですね、またもうちょっと一言で、いい位置回れるように頑張りたいです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。